いや、めめめめ、あれなんか悟ってる。ここダメだ、俺たちは殺されるんだって。一人 IQ 高いやつがいるな。お前も後で入れてやるよ。さあ、皆さんおはようございます。新しい朝が来た。時刻はね8時で、ちょうど私も気持ちよくねマインクラフトを始めながら、どうもマインクラフト界のワクワクさんでございます。よろしくお願いします。ワクワクさんだよ、ゴロリだよ。そんな感じで今日ね、もう結構事前に準備して超整地したんよ。すごないこれ、結構広いでしょ。サトウキビ畑、僕のねこのお気に入りサトウキビ畑の右側に今回新しいのを作らせていただきます。さあ、今日は何を作るかというと、大容量羊毛買っちゃうぞ牧場ひどいな、ひどいな。名前最初からちゃんとつけてくればよかったって言いながら、最初からベッドがもう夜を迎えてしまうので寝たいなと思います。じゃあなんで動画回したかっていうと、うるさい、黙れこの野郎ということで、羊さんをね今日はいっぱい連れてきて、ここの牧場でね、もう毛がね、なんか前回のコロンのなんだっけ銅像から、もうめちゃめちゃ毛がない、毛がないみたいな。お、僕は毛があるよ。誰がハゲだよ、ハゲてねえから。そんな感じでね、なかったんで、今日はもうすぐに取り出せるように羊毛所をね作りたいと思うんだけど、どんぐらいでかい方がいいのかな。こんだけでかいからさ、もうめっちゃでかくしたいんだよねめちゃめちゃ、まあ、1,2,3 マス開けて、ここからどんどんちょっとつなげていくか。でかいさ、わっか、いやどうだろう、もうひたすらでかくしよう。結構ね、もう多くのフェンスはめちゃめちゃあるんで、羊さんたちが快適にね暮らせる環境を作りたい。私はいいよいいよ。わ、こんだけ長かったら羊もさまよわないわ。あんなにさちっちゃかったさ小屋もあったじゃん。でも今回はもう伸び伸び欲とね、伸び伸び欲のイントネーション伸び伸びたのように羊さんを伸ばしてあげたいなと思うわけなんですけれども、こんな感じで、もうすごい遊園地だよ。羊にとってはパレード、ディズニーランドじゃないかなっていうぐらい広いね。こんだけ広いと驚いちゃう広くない、広くないか、大丈夫か。ちょっと計画性がやばい感じするな。マジの牧場になりそうで、ここで折り返し地点をつけたいんだが、あまりにもでかすぎるんで、どうしようかな。でかいね、野球場やん、もうもはや。いや、でかっでかっ。まだここも伸ばしていくか。横はね狭くしたいんだよね。なんでかっていうと、ちょっといろいろありまして、作るのにもね、まあ、こんぐらいのペースで横長にすれば意外といけるかな。こんぐらいにして、こう折り返し、こんぐらいでかくすれば、あ、すごい入れてなきゃいいよ。ここでフェンスがもうなくなってくる。いや、すごいな、でかいなこれ。だいぶでけえよ、ライブ会場や、住みやすい、楽だわ。こんな豪邸に住まわせたら、羊さんも、僕もこんな年に生まれたかったわ。今日はジンギスカンだ今日はジンギスカンやぞ。こんぐらい、こんな感じで覆ったっていうことで、こっからあとは何等分だろう。毛、あのね、ちなみに羊さんの毛の種類って18種類あるよ。だから本当は18種類分作りたいんだが、88でいく。もう一列行作りたいんだよな。ちょっと整地したいと思います。おー、スーパー羊ロードすごいすごいすごい、でかっ。これ置くの大変だな、羊たち。羊たち置くのが大変になっちゃう、これ。やるのはいいけど、こんだけでかいと大変そう。やってしもうたか。おー、こんな感じで羊牧場が着々とできる。これで88にしたいから、グループに分かれます。8人グループ、8。こんぐらい、ここで境界線か。でかっ、8でかっ。適当もう適当。あ、なんかこいつらだけ狭いな。なんかあんまり色使わないやつは狭くていいかもしれないけど、なんかだんだん狭くなってる。だんだん
俺らはどうせ下の階級なんだよって。あれ何個だ、やばい7になっちゃう、やばい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 。どっかででかいところを修正しないとまずいぞ。これはこのでかいところ3等分するか。ここちょっとでかい、きた、2等分の花嫁きたね。これね、ちゃったよ。そんな感じでもう片方もやりたいのですが、2等分の花嫁は双子ええやん、双子でもええやん。なんだ、双子バカにすんのかよ、最低だな。そしたらですね、そこからまあいろいろとやっていくわけなんですけれども、おー見たらすごいな、これすギョいな。これもう片方もやっちゃおうか、もう片方もやっちゃおう。こういう感じでやってって、でもこれさ、こんだけ準備してさ、羊全然いなかったら寂しいなただ建物だけ作って入れてなかったら、いやどうなんだろう、ちょっと待って、任して僕に。まだね、まだ期待は薄いかもしれないけど、こっからどんどん来るから、仲間がやってくるから、みたいな感じで最後端をこう置いたら、綺麗にね、羊毛のカーペットで乗れることができるからね、非常に便利なんですよね。これぜひ皆さんも使ってみてください。すごい、なんかハードル飛びみたいになってる直線上で言ったら、羊が1匹羊が2匹って、ほらハードル競争、違う遊びを始めてしまった。ほら、はい、そんな感じで全部敷き詰めることができましたという感じで、じゃあどうしようかなと。でそこからね、ただの羊場じゃなくて、羊毛を自動で回収できるようにしたいんよね。材料が足りないとやった。それでは早速作っていきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。わ、ちょっと正方形になっちゃったな。最終的に長方形でやりたかったやけど、まあいいでしょう。そしたらですね、用意するもの結構、ホッパー、フェンスはもう大体あるから、フェンス、ディスペンサーだね、これ結構重要なのは、ディスペンサーとホッパーがあれば、まあ、あとは簡単に作れるから、テストも用意しながらやっていきましょうか。もうね、作り方はめちゃめちゃ簡単で、その羊毛の自動収穫機みたいなのは、そう、初心者でも誰でもできるので、よかったらね、皆さん真似してみてください。ちょうど真ん中ら辺に、まあこういう感じで穴を開けていきます。でできたら、でこの穴のところに羊さんたちがね入ってくれると、羊毛が自動的に取り出せるみたいなね装置なんだけれども、はい、まずはここで掘ってあげて、2マスだったかな、いや1マスでもいけんのか、2個下に穴を掘ってあげて、チェストをその横に2列置いてあげます。そしたらホッパーをここで下向きに、チェスト向きに置いてあげると。であとはこのラインに沿ってホッパーをもうなんかピタゴラスイッチのようにつなげてあげる。しゃがみながらつなげてあげて、まあ一周とかかな、してあげるようにするといいという感じで。そしたらですね、まあちょうどここら辺にディスペンサーをこの向きかな、この向きに置いてあげる。そしたら、あと感圧板が重要なんだ。感圧板も重要。まあ、すぐ作れちゃうんだよね、感圧板は。ここに置いてあげると。そうすることによって、どんなことが起こるかっていうと、あれ、起こるのかな、これ、本当に。まあ一応、作業台今作って、ハサミを作ってあげます。まあ、何個でもいいんだけども、置けるぐらい置いといてあげて、ほい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 。そうすると、どうなるかっていうと、これ、羊さんが、めーめーって言うと、パチャって言って、こう刈り取られるよね、ポロッつって。そう、このディスペンサーが反応して刈り取っちゃうよって言ったら、こう羊さんがわーって言って、この刈り取られた瞬間に羊の羊毛が下に落ちて、さっきのこのホッパーが稼働して、ゴロ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 って言ってチェストの中に入っていくっていう仕組みなんですよね。だから自動でこれを刈り取ってくれると。でこんぐらいの広さがないと、この草を食べて羊毛が育つんで、そう、羊さんたち育つんで、結構な広さが重要だという感じで。でここをこれで多くのフェンスでこの3つ分囲っちゃいましょう。そうしないと羊さん入ってきちゃうんで、出ちゃうんだよね、この上がっていう感じで。はい、これで完成でございます。簡単、めちゃめちゃ簡単。あー、やばい、入れちゃった入れちゃったわ、最悪で。どうなんだろう今。あー、入ってるね、ちゃんと。これ入ってたら、もうあとは借り出されるのを見たら合格かな。とりあえずちょっと誘導して入れてみる。入れてみて、この広さやったら羊さん快適そうだけどな。ちょっとじゃあ誘導してみますか。こんだけいたらね。おい、お前ら行くぞ。さあ、お引越しや、お引越し。行くぞ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 。あ、なんでなんでなんで、なんで来てくれないの。めー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 、やばい、脱走する脱走する、やばい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 、どんどん、今だ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 と。ちょっと待って、お前らすごいな。どんだけ僕のこと嫌いだったんだ、今までどんだけ嫌いだった。はい、いやいやいや、小麦だよ、バカが釣られやがってよ、こいつらも。まんまとだま、大行進や、大行進。いいぞいいぞ。マートの子たちはもうこんぐらい、待って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 、
どいて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 、早間終わり、君たちはもう終わり、ちっちゃいところで。ダメだ、こいつやばいやばいやばい、こいつらやばい、盛んすぎる。はい、じゃあ後の子たちは来てね、集合。はい、列に並んで、列に並んで、列に並んでね、ちゃんと一列。あ、全然ついてこないやつもいる。まあええやろ、まあええ、後で連れてったるからな、お前らも全員連れてったるからな。いや、この羊来て、この羊。いや、めめめめ、あれなんか悟ってる。ここダメだ、俺たちは殺されるんだって。一人 IQ 高いやつがいるな、お前も後で入れてやるよ。はい、ここでね、来てね来てね、はい、どんどん来てどんどん来て。あ、ちょ、そうか、小麦やってないからか。こいつら餌に釣られるからな、マジで入らない、すごく入らない。ドケドケ言うている。待って、もうほんとバカチンだね、この子たちは。ほんとにほんとバカチンだね。来て来て来て、お、もう小麦で釣られなくなったか。とうとう小麦に釣られなくなった。よいしょ、はい、こっち来てこっち来てこっち来て、早く早く早く、はい、君たちも、君も来てね。ちょっとピンク混じっちゃったけどね、ピンク混じっちゃったけど、まあ、しょうがないかな、これはな。はい、来て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 、パンダ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 、来て来てパンダ、来てパンダ、はい、来てパンダね。はい、お疲れ様で。そうするとどうなるかっていうと、はい、来ますよ、次の瞬間。ここ組むとね、あこういう感じで駆り出されると、こういう感じで自動で駆り出されるようになると、もうあとは僕がやらずに、ほらこんな感じでね、かわいいでしょ、かわいいやろ。で、あとは入ってきたのはこんな感じ。おー、つるっぱげだ、すごい、完成でございます。で、あとはまあ分かりやすいように、ここの額縁を置いて、この羊毛をこうやって置いてあげるとみたいな感じで分かるのか。ちょっと上の方がいいのかね、かわいらしくデコレーションして、こんな感じでここに置いてあげるみたいな。おーっていう感じですね、みたいな感じでどんどん作っていきますか。いや、大変だなこれ。でもやるのめちゃめちゃかかるよ。やめろ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 、最悪や、嵐野郎。もう羊さんを僕はやってるだけなのに、普通に結構溜まってくな。何もしてないけど、こいつら普通に歩いてたら踏むから。いいぞ、何でも、何でお前ら、何でお前ら、お前ら帰れ。お前らは見てはいけないものを見てしまったようだな。さよならだ。ちょっと早く、小麦無理、小麦無理系男子、ありがとうありがとう。邪魔よお前、何してたお前、お前も入りたいのか仲間に。もういいや、もうええわ、こいつらは呼んでいいや。どんどん行っちゃう、君たち、君たちも大きくなってね。ちゃんとワクチン受けたかい。ちゃんとワクチン食わなくていいから、そんなのは。早く外出るんだから、ちゃんとね、注射してね。君たちちゃんと受けた、紙渡さないと。ちゃんとそのさ、あげたさ、紙さ、赤い紙もらったでしょ。赤か分からない、緑か分かんないけど、それ持ってきてね、ちゃんとね、剣ね。忘れたの、忘れたんだったら、まあ、次持ってきなさい。2回目の時に持ってきてね、2回目の時に。ちゃんとね、頼むよ。お前らは入んない、何やってんだお前、バカチンが。ほんまに2人しかいなくなっちゃったよ。ちょっとお前もね、こうちょこう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 、何やってんだ何やってんだ。最後、じゃあ最後入って、入ってちょうどもう8体です、これで。いや、長かったわ、相当長かったよこれ。ここであとはまあ染色っていうの、なんていうの、色をいろいろと混ぜて、そうですね、いい感じにストプリの色にしたいですね。ストプリ用文字を作りたい。おー、刈り取られてる、刈り取られてる、素晴らしい。まあこんな感じで、皆さんもぜひちょっと参考にして真似していただけると嬉しいでございます。ぜひ真似してみてね。お前もちょっと映りたがりだな。なんだ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 、もう肉しか持ってないぞ。なに、こっち何見てんだよ。見てんじゃねえよお前、これ撮影中なんだよ。何見る、すごい見るじゃん僕のこと。 どっか行った、あ、チューしてる。くはい、最後まで動画を見てくれてありがとうございます。この動画が気に入ってくれたら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録のやり方は、パソコンの人は右のボタンから、携帯の人はね、概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてください。そしてね、Twitter も毎日更新してるので、フォローしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。